すべては計算済みよ。いや、かっこいい。先生さん、この式は、信号機さんならこの式の意味わかるでしょ。いや、これさ、先生犠牲になるんじゃないの。そうですね。あー、再会だけどね、もう時間があんまりないわ。この世界にとって私たちは得意な存在なの。どうやら私たちが存在するだけでこの世界は膨大なエネルギーを消耗するみたいね。特に私たちがあまり長く一緒にいると危ないわ。だから続きは現実に戻ってから話しましょう。本当に先生も助かるのかな。いや、なんかそのさ、右の絵がさ、図がさ、なんか不穏なんだよ。多分 S と H って書いてあるでしょ。これ先生と春なのでは。先生完全に間に挟まっとるやんかいね。私はちょっと準備があるから195番道路の踏切に集合しましょう。信号機さん、よろしくね。ねえねえ、大丈夫？じゃあちょっとこの辺、もう見れなさそうだから、ゆっくり見ていこうね。じゃあ再開。先生がそこにいたの。その笑顔も、その優しい声も、紛れもなく先生だ。会いに来たよ。お話の続きを始めよう。あの日のことを先生から話してもらったの。先生が転勤になると知ったあの夜、私は先生からもらった靴を履いて踏切に飛び込んだんだ。その時先生も飛び込んで、そしてこの走馬灯が始まったんだ。先生は長い長い旅をしてきたみたい。幻の駅から始まり、幻想美術館へ、幻想図書館へ、お魚の駅からクジラへ。青い本をたどってずっと私を探していたんだ。195番道路で倒れていた私を見つけた私は、青い本と青い靴を渡した。そして先生はずっと教室で私を待っていた。すべてはこの走馬灯を終わらせるために。先生との話を終えたの。現実に戻るため、195番道路の踏切で待ち合わせすることにしたの。先生は急いで来てって言ってたけど、この違和感は何だろう。そういえば、195の様子がちょっと変な気がする。いつもより口数が少ないような。いや、もう絶対そういうことじゃんね。やだよ。やだ。ああ、黒板触りに行こう。きっとさ、その見れるはずだよね。と思うんだけど、ここしか見るタイミングないよな。これなんだっけ。あ、先生か。悩みがあるって言ってさ。はるちゃんがさ、打ち明けでもね、先生はずっと待ってたんだよね。いい先生だよな。るじゃん、きっと。お母さん。難しいな。はるさん、その黒板は手が汚れてしまいます。触らない方が。いや、触ろう。触らしてくれ。頼む。先生、うなだれてる。いや、やっぱそうだよね。その、はるちゃんを助けるためにさ、自分が犠牲になるしかないっていう計算でしょ、これ。この式は、乗り物に関する式と人体に関する式が書かれていますね。乗り物、人体、制動距離と何かのシミュレーションの。はるちゃんも気づいたか。195。はい。先生がいた教室で黒板に書いていた計算結果、あれ、でたらめだよね。この黒板の計算式が本当の計算結果。先生が出した答えは、2人とも生きて帰れる確率は限りなく 0% に近い。ただし、私が犠牲になれば、春を確実に生きて返すことができる。春さん、なぜそれを。なぜか、なんとなくだけど、この式の意味がわかるの。そういうことだよね。なんか先生の意識も入ってるって言ってたから、はるちゃんにも、そう、はるちゃんの記憶が先生にも分かったように、先生が、まあ今までね、溜め込んできた知識をはるちゃんも分かるってことでしょう。私とあなたはこの世界を少しだけ多く知っている。触れたものを理解できる力がある。そういうことですか。はるさんの指摘は正しいです。そして、先生ははるさんを助けるつもりのようです。そんな。おや？お魚さん？え？何？お魚フリーパスって。なにこれ、カレーなの？もしかして以前駅で助けたお礼ということでしょうか？これ、カセリが働いてた駅で使えるのかな？カセリ。そん時できることをできるやつがやればいい。だから今俺の番だ。その時自分にできることは。電車を止める駅？あのさ、195。私たちも助かる方法を探しに行かない？やっぱり先生に全部頼りきりなのは良くないと思うんだ。私も先生を助けたいの。できるんでしょうか？そんなこと。できるかわかんないけど、やってみたいの。そうですね。今のはるさんなら。なんだって？なんだって？めっちゃ熱い展開になってきた。こっから、いやでもそうだね。先生は、多分その、はるちゃんの助けを得ないでというか、自分がどうやれば二人が助かるかっていう計算をしてきたわけだよね。だから、はるちゃん側のさ、そのさ、トライは、もしかしてコーラに入れていないんだとしたら、まあ、はるちゃんがまだ2人を助ける鍵になる可能性は大いにあるよね。ねえ、私にはなぜかこの黒板の式が理解できたの。先生は私に嘘をついた。二人とも助かることは無理だ。先生は自分を犠牲にしようとしている。今度は私が先生を助ける番だ。私には一つ考えがある。確信はないけど、それは…なんだでもとりあえずこのお魚をフリーパスを使うんでしょ。よし、行くか。お魚フリーパス。ちょ、交換でれない。行くぞ。はい。アンリアルライフね。やっていきたいと思いますよ。今日もね。今日も、あれです。ものすごく強い意志を持ってやってきましたよ、僕は。先生を救おうと。ね。お話ししたこと。そう。この先生を助けたいっていう思いでね。どうせお魚さんになんかフリーパスをもらったんだったよね。だから、多分だけど、こっちから出れなかった。多分なんだけど、またね、駅に行くと思うんだよな。駅に、一回、だから、戻って、クジラに。クジラから駅に行くのかな？おそらくメイビー。というわけでね、ガンガン行きたいと思います。これ、でもこのまま行ったら線路に行っちゃうけど、そのままエンドなんてことはありませんよね。まさかね。いや、まさか、そんなね、このまま線路に行きますみたいなことは、ありませんね。春、遅かったのね。あら？あ、からしさん？見つけた友達。あ、ビー玉の彼氏さんだ。友達って先生のことか。あら、ここにいたのね、彼と。彼氏さんの言ってた友達ってまさか、先生だったの？そうよ。そんな偶然が。でもこの彼氏さん、ここでハルさんからアパートの鍵を奪って。それは違うわね。どういうこと？私が幻の駅で目覚めた時に起こしてくれたのは、この子だったのよ。私はね、この子、カレットとずっと一緒にいたの。この195番道路に来るまでずっと。この子がいなければ、きっと私はここまで一人で来れなかったもの。でもね、この付近で、この子が気に入ってた宝物を落としちゃったのよ。もしかして赤いビー玉ですか？そうそう。この子はキラキラしたものが大好きだからね。だから、代わりにアパートの鍵をこの子にあげたの。そういえばあの時。それ僕の、返して。じゃあ、アパートの鍵は私のカバンには入ってなかったんだ。からさ、疑ってごめんね。何にも分かってないと。さてと、本題ね。現実に戻りましょうか。いや、帰らないよ。先生、みんなに、お別れを言ってきてもいい？そうね。まだ少し時間はあるわ。そうよね。私もちゃんとカレットにお別れしたいかな。春もせっかくみんなと出会ったんだもの。思い残すことがないようにしましょう。いやー、この笑った時の顔が。はるちゃんが笑った時の顔にすごい似てるんだよな。それじゃあ、現実に戻る準備ができたら、私に声をかけてね。完全に今、僕がうんって言ったのと、はるちゃんがうんって言ったのがね、かぶりましたね。なんて言ってね、お、195は。195、今のうちに助かる方法を探しに行こう。はい、メキナン。さあ行こう。駅だよね、多分。駅に行くんだと思うんだけど。さて。お？なんか勝手に動いてる。お帰りなさいませ、春様。先生にはお会いできましたか？うん、会えたよ。これからみんなにお別れの挨拶に行くの。そうですか。春様が外出なさった後、カセリ様は勤務先にお戻りになりました。シュタインも自室に戻りました。そっか、まずはマリーさんのところに行こうかな。うん。そうだね。いやー、マリーちゃんにはだってさ、ねえ、なんだろう、やっとこの世界に来て一息つけたのはマリーちゃんのおかげだったと思うからね。だから先生みたいなもんでしょ、マリーちゃんってもう、ほぼ。あら、おかえり、はるちゃん。ただいま、マリーさん。あのね、マリーさん、久しぶりにあれ食べたいなって。ふふ、実は用意してあるの。はい。あ、ごめん、普通にマリーちゃんの声読んじゃったよ。私ね、お家に帰ることになったの。そう、よかったわね。おいしいご飯、ありがとね。ふふ、どういたしまして。また、いつでもいらっしゃいね。ああ、マリーちゃん。どうしたの？もう会えないかもしれないの。大丈夫よ。私たちは、あなたの夢にでも会いに行くから。だから、またね、はるちゃん。うん、またね。悲しいなぁ、なんか。ねえ、こんじゃの別れではないはずなんだけど。はぁ、じゃあ、シュタインくん何行こう。いや、でも、こんじゃの別れになってしまうのかな？どうなんだろう。ここにいる人たちは、先生の物語からね、できた人だから。ね。だから、まあ夢の中では会えるだろうけどね。おかえり。つまりこの世界が、はるちゃんと先生の作り出した世界で、なるほど。信じてくれる？実は気づいていた。はるちゃん。君と先生の存在については、この世界の法則では説明できないことが多すぎる。特に、あの扉、ロビーにあるやつ。あれって転送ドアの一種じゃないの？違う。あれは、マリーが持ってきたインテリアだった。もともとは何も意味のない扉だった。けど、君と先生だけは、あの扉を使えるんだ。だから君のこと、こっそり調べてたんだ。はあ、賢いね。調べてくうちに、君はこの世界の存在じゃないって気づいた。あのね、シュタインに聞きたいことがあるの。それで、現実世界の電車を止めたいんだね。したいならいい方法を思いつかない？僕には無理。やはりシュタインさんでは難しいですか。僕には無理だけど、君にはできる？私？ 195 くん、気づいてる？はい。どういうこと？はるちゃん、君と君の先生には、接触したものを通じて、この世界を理解できる能力がある。世界を理解する力。あの時ハルさんが好きの意味を理解できたのはそういうことです。その式に触れて理解できたなら、それはイコール先生とハルちゃんが同等の能力を使えるということ。でも私、最初は字すらも読めなかったんだよ。大丈夫、最初はみんな初心者。この世界でいろいろなものに触れてきた今なら導けるかもしれません。二人とも助かる方法を。でもそうなんだよね。先生はもうハルちゃんがここを旅している間ずっと計算をしていたんだよな。先生にできなかったのに私にできるのかな。確かに君の先生は天才だ。君だけでは先生には及ばない。でも君には優秀な AI がついてる。おー。とはいえ、君たちの能力はきっと不安定だから。お？僕がサポートするよ。かっこいいねえ。おー。わかった。やってみる。195、お願い。はい。どうするんだ。私には多少のタスク処理概能を最大限引き伸ばすことが可能です。しかし対象の加熱をはじめとする副作用および…大丈夫か？